はいどうも田原元成です。こちらの動画ではキンランドカップ、今週はねこちらの受賞が行われるんですけれども、そのデータ分析からやっていきたいと思います。こちらがサマースプリントシリーズの結構終盤のねそんな一戦でして、いろんなものを兼ねているという、そんなところとなっております。この動画が何か参考になっていただければそう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。ではこのレースを紐解く前にですね、まずはこのキンランドカップが一体どういった性質になるのかをお伝えいたします。このレースなんですけれども、ワールドオールスタージョッキーシリーズというそういった一戦にあたるわけでして、いわゆる世界各国からねこの一流のジョッキーたちが参戦するというそんな運びとなっております。なのでですね、結構この札幌ってやっぱコース幅としてめちゃくちゃ狭いというそんな印象がある中に、この外国人選手がタイトな位置取りをするということで、結構波乱傾向にあるというね、それは一つ頭に入れておいてください。なんですかね、過去のレース見るとぐっちゃぐちゃというか、そんなところもありますのでね、そういったいわゆる開催終盤の馬場に加えて、今回のいわゆるそういったジョッキーがいろんな人が参戦するという、そこがこのレースにおける波乱の要因となっている。まずはそこを頭に入れておいてください。でそれを踏まえて一個一個のデータを紐解いていきます。まず人気なんですけれども、こちらの方がですね、一番人気はそんな悪くはないんですけれども、4年連続で、5番人気以下が連帯という、これさっきも言った通りなんですけれども、やっぱりいろんなジョッキーが来て、こうなんていうんですかね、いろんなちょっと開催終盤のどこを取ったら正解なのかという、そこは分かりにくい馬場コンディションがこの結果に影響しているのかなというそんな印象です。で次、ローテーションなんですけれども、こちらはですね、前走札幌、函館のスプリントステークスを使った、まあ、かなり優勢というそんな運びとなりました。まあ、結構9、8回かそれぐらいの、ね、馬券圏内があるので、馬券の中心はここで良いのかもしれません。ただその中にあって血統の部分に今度は入るんですけれども、こちらがですね、いわゆる父ノーザンダンサー系、まあ、これいろんな見方はもちろんあると思うんですけれども、基本的な僕のイメージとしてはいわゆるパワー型、そういった産駒を多く排出するというね印象にありますので、いわゆるこのレースにおけるパワー型の優勢という、そこが垣間見えたそんなところとなっています。で次に年齢別に入ります。こちらなんですけれども、年齢でいうと4歳馬の方が、これまで4勝ということで、このレースにおける馬券内率が 35% という、そんな成績を残しておりました。やっぱ4歳馬が優勢という傾向が一つ出ておりますね。まあ、3歳馬もいいはいいんですけれども、今年のメンバーとか、そういった部分に関しては3歳馬プラス4歳馬。ここが一つね、キーポイントになると考えております。で、次、これ枠順かなり大事です。これとんでもなく大事です。これ何回も言います。枠順超大事なんですけれども、こちらの方がなんと1枠から3枠の、いわゆる内目の枠を取ったのはなんと1勝もしない。これ1枠から3枠0勝というとんでもないデータが出ておりまして、まあ、データだけで言うと内枠入ったらもう消していいんじゃないかぐらいな、そんなところとなっているんですね。その反対に6枠から8枠、馬番で言うと2桁番というね、そんなところに当たるわけなんですけれども、そういった馬番2桁番が8勝ということで、やっぱこのレースはもう内枠は買っちゃダメ、外枠を買いなさいという、そんな極端な傾向が出ておりました。で、次、それに関連してなんですけれども、客室の方がですね、これ差し馬が中段から後方進んだ馬が7勝ということで、これ枠順にも関連しているんですけれども、いわゆる過去のレースなんかをね、いろいろ見返していきますと、外枠を取った、差し馬が直線でズドンと抜けてくるみたいな、そんなシーンが結構相次いでおりました。でそれに伴いまして上がり3波の最速馬、こちらの方が5勝を挙げているというそんな傾向にもありまして、やっぱこのいわゆる外枠を取った差し馬が、いかにこのレースにおける優位性があるか、そこが垣間見えるデータとなっております。まあ、さらに足していくとね、例えば外枠取った差し馬でノーザンダンサー系だったりとか、外枠取った差し馬なんですけれども、そういったね、やっぱ人気薄とか、そこがかなり優勢となっておりますので、その反対で言うと、内枠を取った先行馬が人気薄で来れるかどうか、これかなりデータのところではかなり厳しいです。さあ、ここからはね、僕のオリジナルのという感じにはなるんですけれども、いわゆるこのレースにおける構想率が高いデータ、そして低いデータ、さらにオリジナルの、プラスなんですね。これは1頭の、特性に注目したデータなんですけれども、そちらをやっていきたいと思います。まずは、構想率高いデータの1個目、こちらに当たるわけなんですけれども、該当馬はこれ人気ないとおそらく思うんですけどね、札幌館スプリントから臨むセッション、この馬に該当するんですが、前走函館の芝 1200m で上がり3波の最速、この該当馬が2113、非常に高い構想率を誇っておりました。まあ、これさっきの言った通りです。枠順で言うと外枠が良くて、客室で言うと後ろから行く差し馬が良いという、そんなデータをお伝えいたしましたが、それに該当するというね、そんなところとして捉えてください。で、この馬の前走を膨れ返りますと、まあ、函館スプリントステークス。このレースに関して言うとね、結構前残りの内枠有利という傾向があるわけでして、まあ、開幕週っぽいね、そんなようなところに当たるわけなんですけれども、果たしてこのセッションどういった競馬したでしょうか。そういったところなんですけど、まずは一回見てほしいぐらいです。
まあ、ひどいの一言ですかね、正直ちょっと言い方は厳しいんですけれども、まあ、スタートでちょっと後手を踏んだというか、そんな形になりまして、まあ、後ろの方から行きました。で、道中最後方で直線ももうそうなるとね、外を回さざるを得ません。で、そうなったとき結果どうなるかというと、それは着順が上がるわけがないという感じなんですけれども、ゴール前で外から、おやなんかいるぞみたいな、そんなようなところがありまして、このぐーっと、のすぐ勢いで走ってきたのがこのセッションという馬となっております。まあ、馬場さんっていろんな見方があると思うんですけれども、確かにあの競馬における里のレイブに勝つのは難しいです。ただ、馬場さんだったり枠順の差、これが今回のキーンランドカップの一つのキーワードになっておりまして、そこにおいては逆転の余地が全くないわけではないという、僕はそこに注目をいたしました。で、このセッションに関してもね、今年のマイル重賞で連帯ということで、結構スタミナ型というね、そんな印象があるわけでして、まあ、この開催終盤の札幌、ある程度やっぱ荒れては来てると思うんですね、馬場に関して。それはかなり一つの利だと思っておりますので、この舞台の一変、大掛けをね、期待してもいいのかなと、そんな風に考えております。で、次に取り上げたいのが、2頭いるんですけれども、エトーブブーレと、ナムラクレアですね、ディフェンディングチャンピオン。この2頭なんですけれども、年内に重賞の馬券圏内がある牝馬。そちらの該当馬が10年中8年で馬券圏内に入っておりました。まあ、こちらの一戦には一つ特徴がありまして、牝馬がとにかく強いというね、そこは一つ頭に入れておいてください。牝馬に関して言いますと、それこそさっき記憶に新しい、昨年ナムラクレアがこのレースを勝ちました。結構昔で言うとね、右京の風という、そんな馬もいたわけなんですけれども、結構人気がなかったんですけれども、勝利を収めております。やっぱ夏は牝馬という格言がね、一つ、競馬ファンの皆さんの中にもあると思うんですけれども、それが最も適用されるという、そんな一戦がこのキーンランドカップとなっておりまして、やっぱ牝馬に加えまして、年内の重賞でも好走力があるかどうか、それには注目をしてください。で、該当馬2頭ですね。まずエトーブブレ、こちらの馬なんですけれども、この馬がフィーリーズレビューかな、今年の3歳の重賞を勝ったというそんな1頭です。で、結構このレースにおける3歳馬ですよね。3歳馬の激走で言いますと、ブランボヌールとかそういった馬がおりまして、やっぱその筋量も結構利がありますし、結構3歳馬が参戦する時っていうのが、前走がちょっと長めの距離から参戦するというケースもあるんですけれども、それこそね、やっぱクラシック戦線を使ったことによって、ある程度のスタミナの残量というのがまだギリギリ持ちます、この時期は。そういったところもね、このキーンランドカップにおける一つの攻略のポイントとなっております。で、もう一頭ナムラクレア、もうこれは説明不要ですかね、あんまり説明のしようがないという、そんな一頭であるんですけれどもね、こちらの馬に関してはもう G1 戦線の常連という、そんな一頭でして、なんとしてもね、今年スプリンターズステークス取りたいでしょうね。まあ G1 ですよね、そこを取りたいのはもちろん当たり前のことだと考えております。で、この馬に関しては、洋芝に関して2戦2勝ですかね、スプリン、ホタテスプリントと、昨年のこのレースを勝っているという一頭でして、まあ、実績に関して、舞台適性に関して何も言うことはありません。まあ、もちろん、このレースはトライアルです。ナムラクレアにとってそういった立ち位置だとは思うんですけれども、とはいえですね、やっぱ実績が頭一つも二つも抜けているという、そんな牝馬でもありますので、ここで無残な競馬はできないと、そんな風に考えているのではないでしょうか。で、ここから馬の特徴に特化したというそんなデータです。該当馬、まずこちらなんですけれども、今回ルメールジョッキーですかね、そちらで参戦予定の森のドリーム。この馬に該当するんですけれども、洋芝での成績が、5-0-1-1、とんでもない成績を、残しておりました。まあ、これに関してはこれが事実です。これだけでいいでしょう。要は洋芝校舎っていうのはとんでもない成績を残しておりまして、これ結構、なんだろう、昔で言うとストレートガールとかかな、そういった馬がもう洋芝校舎として名を馳せたという一頭だと思うんですけれども、もはや現役のみならず、過去のこの洋芝における歴代の前陣を全部取ったとしても、この馬の勝ち倉ってあんまり見たことないですよね。5勝してる馬いいのかな、ちょっといたら教えてください。それぐらいちょっと記憶いないぐらいの洋芝校舎という一頭なんですけれども、こちらの馬が前走洋芝の青函ステークスですかね、こちらの方で勝利を収めたというそんな一頭となっております。こちらの馬に関してはやっぱ洋芝校舎それだけで十分だと思います。もうベタなんですけれども、洋芝は洋芝校舎を狙うという、そんな法則で考えた時に、やっぱ森のドリームの、この洋芝適性を見逃すことはできません。で、次に高走率は低い方のそちらのデータですね、そちらに入りたいと思います。こちら該当馬はおそらく3番人気台です。里のレイブという、馬なんですけれども、こちらに該当するのが、前走函館スプリントステークスで勝った馬。この該当馬が0-0-1-3、1頭も連帯がありません。
これ母数が4つという中で果たしてこれをどう取るか、それ確かにねなくはないんですけれども、そもそも函館スプリントステークス勝ったまあここで人気しないわけがない、そこを一つ頭に入れておいてください。となると人気馬なんですけれども、なんと1頭も連帯がないというそういった見方に変わるんですね。やっぱ母数は確かに少ないんですけれども、それ以上に中身が異常に濃いという、そこでやっぱ取り上げざるを得ないのかなと僕は思った次第でございまして、この佐藤レイブが、該当してしまったというそんなところでございます。で、この馬、サドノレイブなんですけれども、前走が確かに強かったです。この函館スプリントステークスは重賞を勝ったというね、それが弱いわけがないんですけれども、まあ、当時のレースぶりを振り返りますと、まあ、道中が、ずっと距離ロスのない位置で運んでおりまして、そこからスルッと抜けて、勝利を収めたということで、まあ、開幕週の函館スプリントステークスにふさわしいという、そんな勝ち方だったのかもしれません。でこれ僕ねさっき構想率の高い方のデータでセッションという馬をお伝えいたしまして、セッションがガガリサファの最速だったんですが、馬券圏内届かず、その反面ですね、このサトノレイブはガガリサファの最速でも何でもなかったんですけれども勝ち切ったこと、つまりそれだけのこう馬場差が、とんでもなくあったという一戦だったということはね、やっぱ頭に入れておかなければなりません。なので、今回開催最終週、まして内訳取ったらやばいですね、これ。内訳取ったら僕消すかもしんないです。そんぐらいの、ちょっと今回データ的にかなり不安しかないという、馬になっているわけなんですけれどもね、ちょっと、今回サノレイブにとってはちょっと耳が痛いような、そんなデータになるんですけれども、お伝えをさせていただきました。はい、以上でキンランドカップですね。こちらのデータ分析の方は終了となります。こちらのレースなんですけれども、やっぱ開催の終盤に差し掛かったということで、こちらの方がですね、やっぱポイントかなというふうに僕は考えました。どうしてもその特に前走、函館スプリントステークス組との、そういった差を考えた上で、やっぱ馬場差がかなり大事で、結構その差し馬がかなり優勢、外枠が優勢という、そんな過去データを考えますと、やっぱそうですね、それで枠順、当日の枠順とか、そういった枠の並びですね、そこに関してはかなり注目すべきではないでしょうか。今回のこの動画はですね、何か参考になったら、週末の方でも予想とか、X の方でもね、いろいろつぶやいておりますので、そういったところも、含めてフォローだったり、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。